5、創始を持つ構文の特性、創始または分子の問題。次のような実例は私たちの日常で会うごくありふれたものに過ぎない。3つになる男の子は少し前から暑さのためか食欲が進まない。あなたはあの小内山の狂言で、どこんとこが一番好きで気持ちがいいんです。この土瓶は口が欠けている。ところでこれがご法上の見地から解剖してみると、術語たる用言ないし活用連語に対して四角の位置に座るものが見出されるほかに、なおいわば文全体の主となる地位に立つと考えられるものがあることも見逃すわけにはいかない。しかもそれは術語に対する関係から見ると前者の直接なのに比してよほど間接になっていると思われる。これをもっと簡単な典型的な例についてみると、象は体が大きいという文における体と象との関係について動詞の事柄が見られる。術語たる大きいの直接関わるところの成分は体ではなくてはならないので、これが主語と見られているが、その際象はどう取り扱うかべきだろうというところに問題が起こる。この出発の仕方に導かれていくと、象をいわば再度の主語を見なすようになるのも自然のことと言えよう。草の清民が最初創始の問題を提出してそれの検討を試みた時の考え構想の方向はその辺にあったことと思われる。その後創始あるいは分子の問題はしばしば繰り返して議論議された。諸家がこの問題に関して各自の見解を発表している。しかもその解くところは十分に他を説得するまでには至っていないように思える。こうして問題はまだ学会に一致した定説を見出すに至っていないようではあるが、おのずから一定の方向へ修練してさらにこれを推し進めることができるなら、ついに意見の一致をもたらすことも可能な状況にあるのではないかと思わせるものがある。一つの文をその成分から合成されるものとして、その成分を何と何というふうに数え上げれる流儀にしても、なかなか一致した見解に到達しがたいが、とにかく少なくとも主語と述語とか存立すべきことしなければならないことについてはほとんど異論が見えない。この主語と述語との結合の関係から出発する場合、前景の分類における成分として普通の主語以外になお別個の主語的なものに直面してその処理法を考えるにあたり、あるいは再度の主語の目を作り出し、あるいは副主格に対する主格もしくは副主語に対する本主語という主語における階級別を設定して解決を試みるのはむしろ自然の順序だと言えよう。これが一つの生き方だった。しかしこの説明では人を納得させるわけにはいかなかった。そこでまず文を一つのまとまった全体としてそれから出発すべきことは当然考えられなければならない。この生き方はすなわち個々の断片として本来没交渉な成分の自己的接合という考え方ではなくて、もともと一つの まとまった全体たる文の自理に合議な分節を尋ねていくという道をたどるとき、むしろこの場合の主語述語の関係が象体体が大きいの間に存立すべきことに相当するのはすこぶる当然のことと言わなければならない。すなわち象が主語たる地位を占めてそれの説明語として体が大きいが対すると説く見解はすでにこの生き方における第一声として現れた。体が大きいが単語ではなくて、さらに内部に主語及び述語を持つ連語を成しているという点の考慮から叙述説と名付けたり、または従属説と呼んだりするのも一応の考え方で、従語説と呼んだりするのも一応の考え方で、要するにこの文全体から出発して全字分節していく、全体からそれの部分断片ではないたるいわゆる解全体を見出していくという方途においてはいずれも異なる ところがない。この述語説がさらに主語述語の分節詞によって構成されているという事実はこれをことさら述べるまでもなく容易に承認されるところと思う。しかもこの種の構文の得意さはさらに第三の種類の見解を発生させなければやまなかった。これはいわゆる創始分子を一種の定義語とするもので、一般に文の構成の成分としてそういうものを認めようとする聞く人の注意を引くように文の構成上特に明瞭な形をとって現れる定部は、いわば心理的主部に他ならず、
創始も要するに特定の形式のテーブタルに過ぎない。この主張は分構成の理論における一般的な原理として心理的モメントを考慮し、これを導入しようとするもののようで、誤報体系の全般の建前に影響することが予想される一方、論理的ないし誤報的関係と心理的関係との分別対立というちょっと見通しのつかない問題を伴ってくるものであることに留意しなければならない。こうしていわゆる創始分子の問題は主事の定説を促したが、これを分類すれば常実のようにほぼ三種とすることができる。その対抗について見るとき、第一の見解、いわば両党間は主語の重複を認めることを余儀なくされて、その結論を2つの主語の間の階級付け、すなわち主複2層の主語を認定することによって見出そうとしたもので、今日ほとんどその支持者を得難くなっているのもむしろ当然というべきだろう。第二の見解、いわば公文の相助感は善逸的単位たる文から出発して、その自然的分節支えたるものを定立するというその自然的分節したるものを定立するという比較的に素直な無理のない生き方をするものというべきで、在来の要素的断片集合的な機械感にとらわれない限り、最も自然に相当するところのものに他ならない。そうして今日多くの文法学者がこれを支持するのはすこぶる理由のあることといえる。第三の見方についてはその心理的関係への配慮とみられる点になお進んで考察すべき問題が報道されていることを暗示するものがある。しかもこれを特に心理的関係と規定して論理的なものに対立させたところには、あえて言おうなら問題の根本的な解決ではなくて単に一時的な気休め的な処置を認め得るだけで、これにとどまっている限り地理の解明にはほとんど法を進めたと言えるものがないというべきだ。ここに論理的という心理的というのは概念の形式的操作と表現の内容的考慮との代わりに用いられたものに過ぎないというように見える。しかもその地理的な解明にとってはこういう互いに相入れない没交渉の二原理による考察分野の分割は何にも利するところがないだけでなくて、真に即時的な理論的把握を妨げるものでしかない。要するにこれを新しい角度からの問題の見方への示唆として評価することはできようが、与えられた課題に対する何らかの回答として受け取ることはできないし、またそう受け取るべきものではない。問題の現状はなお多くの事実的探求を要求する。具体的事実の凝視こそ新しい着手点を提供するものではないか。公文様式の普遍性、文とは何か、これに対してどういう定義が最も適当なのか、この問題については従来いろいろに答えられて様々な定義が試みられた。リースの収集したところによると、文の定義として与えられたものの数が実に139種に上るという。もっともその中には内容において他の反復に過ぎない言い換えもあると思われるが、それにしても見解の異なりに著しいものがあることは創作される。文の定義を最も包括的なものにすることが実際上必要なことは次第に痛感されるに至った。主事品事及びこれを結びつける形事を文の成分とするというような古典論理的な見解が不適切なことはすでに早くから気づかれていたことで、これは極めて特殊な場合、すなわち特定の判断の表現において採用されるところの形式たるに過ぎない。判断の表現だけについてみても、すべてこの形式をもってするというのではないことは実際の実例に長して特に日本語の場合などについては容易に知ることができる。こうして形事が必ずしも書くことのできない成分ではないことを知った上は、主事と品事等必要かつ十分な文の成分と見るということになる。こうしてさらに語法的に主事と主語と述語との二成分を持って文が構成されるという見解が立てられ、しばしば文の定義の中にもこのことが述べられる。二個以上の語の結合を文というとするような定義において、少なくともその一つは主語、他の一つは述語たることが暗黙のうちに要求されていると見るより他ない。むしろこれを明示しないことは定義としては不備だということも言うことができるけれども、この定義でさえ実際の事例に照らして考えるときにはまだその包括するところが狭くて変曲していることを免れないことがわかる。時に応じ場合によっては主語と述語とを備えないもので、なおかつ一つのまとまった表現効果を持つことができるという事実を十分考慮しなければならない。こうして文の考察も単に音声に現れた、あるいは文字に書き記された二語ないし数語を眼中に置いてするだけでは不十分で、その場合場合のいわば背景をも十分考慮の中に置くことが必要と大切になる。それぞれの発言自体ということが文の表現を可能にするについて深く関係する。具体的な可否の相対する場面、
話し手と聞き手との生活し行動する環境のそれぞれの事態が極めて簡素な模式の簡素な様式の発言をも一つの文として存立させることは日常しばしば遭遇する事柄に他ならない。こういう場合をも考え合わせると一語で成り立つ文もあるということになるが、一語文の存立の主張に対しては古風な文法学者がかなり反感を抱いていること、そうしていわゆる成分の省略の場合としてこれを説明するに傾くこと、イスペルセンの指摘した通りで、この際省略による説明は万能薬的な濃厚力を持っているが、日本語などにおけるように主語を持たない語句が一つ独立してまとまった事案の表現として使用されることは極めて普通な事柄に過ぎないので、主語と述語との結合という形式を典型的なものとする以上に一般的なものと解するのはすこぶる事実を離れた抽象論形式論となる。言語現象の具体的研究、言語地理の即時的解明を期する場合にはこういう方向への考察は建設的効果的だとは言うことができない。一語なし一成分でできている文の存立も事実として認めて考察を出発させるのが事実的科学の当然の生き方でなくてはならないことはこの点でまさしく同様なのだ。いわゆる総集を含む文をとにかくそういう形式のものとして事実あるがままに素直に認めるということは出発の初頭においてこの上もなく当然なことに属する。これを強いて他の形式に当てはめようとするとそこに無理ができる。この種の文構成の様式が他の国語には現れないかどうか、それは第二の問題で、事実としてこの構文様式が存立することは特に日本語を考察の主題とする場合にあっては当然認められなければならない。そうしてこれがただ稀に現れる特殊の事例というものではなくて、日本語においてむしろすこぶる一般的な構文様式に他ならないことを認識して、それの文論における意義を思いやるべきだろう。文における定文あるいは独立語ないし独立説もここに関連を持つ事項として忘れてはならないが、ここにしばらくもっぱら何々は何々がの形式を示すものだけを考える。すなわち創始または文詞に助詞派がついて、次の15節の述語節の主語たる地位を占めると説明されるような事例をとって考えよう。まず最初に携帯の上から分類してみると、1、何々は何々があるないの様式を示すものがある。例えば、あの人は知恵があるない、この品は値段だけの値打ちがない、この男は3人子供があった、あいつはさっぱり働きがない、これらの場合にあるいはその男にはなどということもできるものもあるが、一般にそうとは言えない。あの人には知恵があるというような言い方はむしろ不自然と感じられる。2、何々は何々が何々ている、ていない、何々てある、てない。次のような例が成り立つ。あの人は口がおごっている、私は腹がついている、土瓶は蓋が欠けている、鍋は蓋がしてある、鍋にはとも言える、あの店だけはまだ戸が閉めてない。これはこういう形だけでなくてもっと食べておかなくちゃ、君は腹が減るよのようにも言えるし、あの店は戸が開いたままだのような言い方もされる。前景の男の子は食欲が進まないもやや類したものと見られる。3、何々は何々が形容詞、この形式を示す例は従来よく引用されたもので、しばしば総称を持つ構文の典型的なもののように取り扱われている。念のため 2,3 の例を挙げると、象は鼻が長い、あの男は見かけほど力が強くない、私は腹が痛くなった、君はビールが欲しいかそれとも日本酒がいいか、この子は飲み込みが早い悪い、前に挙げた例ではあなたはどこのとこが一番気持ちがいいんですか、いいんですとあるので、形式上では我の格が重複して一層複雑になっている。4、何々は何々が形容動詞、これも本質的には3と異なるところがなくて、ここにも形容動詞と形容詞とが本来不にとも言うべきものであることを思わせるものがある。 2,3 の例を挙げると、ここの子供たちはみんな木登りが上手だ、あの子はパンが好きだ嫌いだ、先生は座談が得意だ、私はそうなるのが本望なのさ、ところでこの頃何々を好きだ好きになったなどという言い方を見かけることがあるし、それどころか口頭語として話されたのは耳にしたことさえある。
さすがに何々を嫌だのようには言わないところを見ると、好きというところに何か、好くという多動詞めいた感じがある一方、英語などの翻訳が外国語の語法になずんで、そういう言い回し方をさせるように誘惑するのだろうということが考えられる。方言には何々を吸い取るというふうに表現するものがあって、それがこの傾向を助長するかと思われる。博多方言、酒場、水筒など。ただし、何々を嫌いだというのはまだ聞いたことがないが、何々を嫌いになったなどの言い方を使うものがないとも限らない。このことは形容詞の場合、何々を欲しいというような言い方とともに、次の項に述べることに関連して、現代のいわゆるインテリの語法的感性の混乱を喚起させる一つの例証になっていると思う。ここでは外国語などを知らない一般の人たちがかえって素直な語感によって正当な日本語を操っている実情だ。語、何々は何々が、動詞、対。例えば、どこそこに行きたいという場合などから、行くという動詞は動作の到着点を要求するだけだが、飲みたいというような場合には、何を飲むかの対象を表すものが補足されなければならない。それがこの様式にあっては、何々がとして言い表されて次の通りになる。私は水が飲みたい。この形式は水が欲しいという普通の形容詞を用いて表現された場合と同様で、いずれも心の内面的状態の表現に関するところから、平常の文ではいつも私はのような発言者自身の情緒的内見に関するものに限られる。したがって私はをいちいち明示する必要が実際生活ではあまりない。ただ私もというような事態などにあっては、このいわゆる創始的なものがその明示を要求される。面白い本が読みたい。私も何か本が読みたくなった。芝居が見たいな。僕はトーキーでいい音楽が聴きたいよ。さて、この場合に本を読みたいとは言わないで本がとするのが普通なのは、現代の口語の素直な観察の示すところで、語感にもしっくり合う。文法にもこれはそのまま認めているものがあるのは当然だろう。なお、口語では例えば、水を飲む、本を買うに、体がつきますと、水が飲みたい、本が買いたいとなるのが普通であります。橋本新吉、新聞店別記、上級用399。原文は歴史的仮名遣い。ところで、この場合のがのついた水なり本なりは、文においてどういう格に立つかということについて説をなす人がある。すなわち、この際の助詞がは、その体現が主格に立っているのではなくて、客格に立っているので、客語を示す助詞をの代用をしているものだとかして、こういう場合の一種の慣用法に過ぎないと考える。その文の主語は別にあるのだが、省略されて文面には現れていないという次第だから、がの前の体現を主語と誤り返してはならないと説く。あるいは同じ考察のこの方向において、むしろ水を飲みたい、本を買いたいという方が文法上正しいと主張するに至ったものもあるように見受けられる。これは文語などにおける用法にも指示を求めてのことと思われるが、この方向におけるこれらの見解には、如上の発言自体における言語事実のうちに潜む時理の認識に対して周到さを欠くところがないだろうか。水が飲みたいの飲みたいはもちろん動詞飲むと助動詞たいとの結合によってできたものと見られる一方に、この一つの活用連語がつまり心の内的状態、すなわち情景ないし状態意識の表現として前に述べたように欲しいという形容詞とほぼ同化だと考えれば、水が欲しいというのと同様に水が飲みたいというのは極めて自然ではないか。さらにまた水を好きだということがキーに思われるように、水を飲みたいが五感に少し不自然の感情を与えるのも理解されるのではないか。そうしてまた主格とか客格とかいう問題も、創始を持つ構文様式の一例をこの種の文において監視することによって本来問題となることなく解消されるのではあるまいか。この考察の線に沿って筆者はがを尾の代用と見るような、持って回った、しかし文法化によってたびたび利用されるような説明の仕方は全く不必要と考える。もちろん体の接合によって正常語化され、形容詞化された活用連語は、さらにガルの接合によって採点して動詞化され、特に飲みたがるなどでは全体として一つの多動詞となるわけだから、この場合には水を飲みたがるのように言うのは当然だということができる。なお、助詞がの代わりに脳を用いる方言、博多および熊本の例でも次のように言われる。水の飲みたかと博多、水の飲みたかな熊本、特に児童など。あるいは脳を省略することもあるが、博多などで助詞としておの代わりに用いられる場を、この場合には使わないように思われる。
6. 何々は何々が可能。この場合には何々にはというのも普通に用いられるが、何々はとだけで語感の上に格別の異様さも生じない場合もある。次のような例がそれにあたるだろう。あの子は、あの子にはその字が読める。私には、私には酒が飲めない。君は英語ができるかね。これらの例を見ると、1に挙げたものと近似していることが知れる。以上のように形態的観点から区別して主従の場合にこの種の構文様式が存立することを確かめたと思うが、これらを貫いておのずから相通じるものをその意義的側面について見出すことが困難ではない。なお次のような例、今日は風が寒いなどは前に述べたものと違った構成の文として別に説明する必要があるもののように従来考えられた傾きがある。しかし形式上格別異なりが見出せないことは今日が必ずしも常に副詞なのではないことを認めれば頷けるのではあるまいか。これは風が今日寒いというような文もし成り立つとしたらとは表現意図をことにするものなのだから。以上の考察においては何々は何々が何々の形式について構文の特性を気味したのであったが、この助詞はこの助詞はおよびがはいつもこういうように風に用いられるものと決まっているのではない。すでに例示したように、歯の代わりにもが使われる場合もあるし、歯とがが互いに置き換えられる場合も生じてくる。大体歯とがと元が転換可能の関係にあるということができよう。自分たちは目は見えないけれども耳がちゃんとある。象も体は大きいし力も強いが獅子にはかなうまい。体はクジラが一番大きい。だが同様な事案の表現は必ずしもこの種の助詞をもってするとは限らない。君もパンは好きかね。パンなら僕だって大好きさ。この種の具体的な文の書類についてまたことに、うたた寝も上品なのは本を持ち、旅立ちは派手なが早くくたびれるのような例について、文の成分への解剖がしばしば単純な操作を拒むような場合に出会う。全部定時と一部祭事との関係を当てはめることも、いつも可能とは言えなくなるし、主語と述語説とへの二分も、時として困難を感じさせることが起きる。文構成の根本についての小説から、この全事象についての再吟味を必要とすることが痛感されるが、現在のところこれを全面的に説明する理論的布陣を筆者はまだ完了するには至らない。で、今はこの種の構文様式が日本語において例外的事実としての位置に差し置くべき特殊なものではなくて、さらに一層深く根ざして日本語の一つの性格を形作るというべきものであることを重ねて指摘するにとどめたい。修飾部としての述語説。前に述べた構文における述語説はほとんどその形を変えることなしに体現の修飾部として使うことができる。例えば何々は絵が好きだ、何々は本が読みたい、何々は酒が欲しいの例から、絵が好きな男は誰だ、本の読みたいものは手を挙げろ、酒が欲しい人はこっちへ来いのように元の文の主語総主に立つ体現に該当するもの人を修飾するのに元の文の述語説をほとんどそのままがをのに変えることもあるという程度の変更だけで修飾語的に用いることができる。主語に立つ対象を述語の示す内容が限定し性格づけるという関係が一般に総主を持つ構文についても認められるとすれば、元の文で主語だったものまたはその位置に座るような体現が元の述語を用いて修飾され限定されることはむしろ当然のことに属するとも言えよう。この場合の絵の好きなや酒の欲しいというような修飾部はそれぞれ主語と述語とから形成されているからというので、絵を好むや酒を欲しがるのように主語を持たないものと区別して連帯修飾説と名付けることが語法の論究上便利だとすればそれは何ら差し支えない。しかし主語と述語とを含む別個の修飾部もここから作り出されることを考慮する必要がある。すなわち絵、本、酒を修飾される体現とする場合で次のようになる。あの人の好きな絵はどれかね。子供の読みたい本は どっちだ。君が飲みたい酒はここにあるよ。すなわちこの場合の修飾部は元の文の十五節からかなり形を変えてむしろ一旦解体されて再び組み直されたとも言うべきものになる。元の文を主語と十五節との二部に分けるという第一弾の操作だけではここに使用される修飾部の成分は析出されない。
さらに第2弾の分析工作を待って初めて成分の抽出が可能になる。かつまたその組み立て工作にあっても前の場合と異なっていることは言うまでもない。この2つの場合を区別するためには連帯修飾説というだけでは不十分だし、区別しないとすれば死後と術後とからなるというだけの特徴を他の種の構成の修飾部から取り上げて特に名付けるという必要がどこにあるかを筆者はまだ認めることができずにいる。表現の性質によっては君の好きな絵というふうな修飾部を作り出すわけにはいかないものもある。この場合にはもっぱら元の文の15節を修飾部にしたものが用いられるということになる。例えばあの人は知恵があるのから知恵のある人のような典語は形成されるが、あの人のある知恵というふうなことは意味をなさない。私は腹が痛いから腹の痛い人はもちろん作り出せるし、場合によっては私の痛い腹とも言えるが、後の例でののはがでは代用するわけにはいかない。つまり構文をことにするものとみられる。僕は腹が立ったのような場合には腹が腹の立った僕はとは言えても、僕が立った腹はなどとは言えない。もちろんこの際腹が立つが一つの整合を形作っているという事実は見逃されない。いわゆる連帯修飾説というものには述語説をそのまま持ってきたような構成のものが少なくないことは容易にわかる。後に何の起こりそうな言葉をするな、異性の盛んな基人を共にすれば、世上に家宝の意味深いものというは、天草本伊香保伊佐保物語から、異性の盛んなは基人は異性が盛んだという文の述語説を大体そのまま修飾部に転用したものと見ることができるので、その関係をたどれば異性のは主語を、また盛んなという形容動詞の連帯形はそれに対する述語を代表するものとなる。同様に家宝の意味深いにおける意味深いという形容詞の連帯形も述語説の内部において述語の地位に置かれたものから来たのに他ならない。同様に次のように修飾部を形作ることもできる。体は大きい、象も獅子にはかなうまい。目こそ見えない自分だが耳はちゃんと聞こえる。ファンなら大好きな僕もこう養殖ばかりでは並行する。それと全く同様に、風の寒い今日は出かけたくないねのように言える。ここで今日は寒いによって連帯的に修飾されているわけだが、その複製副詞的に次に来る述語を修飾すると考えられる。天気のいい今日どうして出かけないの、これも語法上何とか解決することを要する問題ではなかろうか。述語的構成がいわゆる連用的修飾をするような場合については今特に言うほどのことがない。追記、例の切符の切らない方については、切符の切らない方についてはいろいろ解釈されているが、切符が切ってないから転じた切符の切ってない方の、また切符が切らないであるから転じた切符の切らないである方の事務観測的省略と見ることができるのではあるまいか。